じゃあ今回は、強化指定の2回目ですね。はい、で最後シロナさんが残ってるのでやっていきます。あ、どうも。この前久々にカンナギのおばあちゃんに会ってきたの。そしたら君のことを嬉しそうに話してたわ。はい、あ、お願いします。あ、シロナさん2回目ですね。やだ、1回目も強かったからな。もうガブリアスとのね、あの頂上決戦はもう忘れられませんわ。ミカルゲー、ここは変えてこないですね。ミカルゲー、レベル74。地震でどれぐらい取れるかな。半分、6割いいね。あーで、オーボン。波動、え、こんな食らうか、マジか。よし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 、えらい。ロズレイド、ロズレイドどうしよう、どうしよう。ロズレイドにはロズレイドか。ささみ、どうしよう。氷の牙で持ってけるかな。あ、でも素早さか、あいつ高いよね。74勝てるか。あー、向こうか。エナジーボール。いでー。おお、耐えた、偉い。こらえてくれたわ。頼む。よし。偉すぎ。次。おお、トゲキッス。キッス来たね、トゲキッス。橋本かな、飛行入ってるよね。トゲピーの慣れの果てですね。え、まあ、慣れの果てっていうとあの言い方悪いけど、でも可愛いんだよね、めっちゃ可愛い。あのエアスラトゲキスは非常に覚えてますけれども、マジカル社員は強い。わー強い。雷パンチ。まあここはしゃあないね。しゃあないしゃあない。なになになに。あ、食べ残しかな。はい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 。よし、あれ、フェアリー入ってます、あなた。おお、いいね。スターカノンでよかったね。さあ次、ルカリオ。気合玉とか波動弾がやだね。ルカリオかー。岩なだれとか使ってくるかしら。回復させたいなぁ。足元。ラスターかな。橋本は麻痺、麻痺入れたい、麻痺。これラスターカノンで倒れるでしょ。
コメナピをね。よし、アヒ入れよう。デジハピー。で、これ眉毛回復させて、で、地震かな。来たと声切れとくか。ピシッ。手波動だな。オッケー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 。で、眉毛に変えて、で、自信打って倒そう。ふう。次ミロカロス使ってくるかな。あいつほんと厄介だもんな。あー、来た。冷凍ビームとか覚えてるよね、確かね。ミロカロス毒毒するか。毒毒あ、だよね。デビューってくる。おー、でもいいじゃん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 。ギガの意味でほぼほぼ回復するんじゃないか、これは。おお、良いね、良いね。良いね、良いね。エビ。あ、でも、回復の薬使ってきそう。あ、ですよねー。よし。あー、一番最初ね、ほんとミロカロスにも苦しめられましたから、そう思うとえらい成長ですわ。オッケー、きた。眉毛いける。さあ、これで最後ですね。氷のつぶてで。なになになに。あ、弱めるやつもしかして。あ、ちょ、ヤチェの実、地震、耐えて、お願いお願い。あー、しろ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 。あ、これね、つぶてで勝てるのでは。はい、よし。おお、ありがとうございました。これ社長3回目怖いな。あー、1回目と比べるとね、だいぶ時間も早く討伐できましたね。とても嬉しかった。殿堂入りにふさわしい最高のトレーナーに、ね、ありがとうございます。1回目はね、あのライチュウじゃなくてピカチュウだったっていうのもあってね、そこもちょっときつかったけれども、まあ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 、2回目はこんな感じでした。油断したらダメって感じやな。
全部同じかな確か。ありがとうございます。この辺は全部同じですね。2回目殿堂入りでございます。ありがとうございました。殿堂入りおめでとう。いやー、ようやったようやった。ピオネちょっとレベル上げなきゃダメだな。ちょっとな、さあ次は3回目やっていくんですけれども、まあちょっとレベルを上げてこようと思います。はい、わーい。ということで、じゃあ、エンドロールね、見てきたんですけれども、じゃあ一度切ろうかな。さすがにちょっとね、3回目はね、このレベルだと、ボコボコにやられそうな気がするのでね、まあ、レベル90ぐらいまで上げてきた方がいいかもしれないですね。はい、ちょっとやっていこうと思います。じゃあ一度切ります。はい、では、3回目だね、四天王やっていこうと思います。さて、最終回が近づいてきたぞ、この、シリーズもね。ということで、レベル上げをしてきました。こんな感じでね、みんなレベル90代になりましたね。ちょっとささみがね、めっちゃ育ちまくって、今レベル96なんですけれども。さて、じゃあ3回目の四天王はね、レベルどれぐらいで食うのかっていうのをちょっと楽しみにしながらやっていこうと思います。まあ、今回あれかな、りょうくんと戦って終わりにしようかなという感じですかね。さあ、頼もう。お、はい、ムーンさん、そうそう来ると思ってました。何度も戦ってると、なんとなく虫の知らせってやつですね。あ、なんか、3回目のバトルで最初のこのメッセージも変わってますね。ミルカーに君は前よりもずっと美しく洗練されてる。もちろん僕のポケモンも。あ、お願いします。もう名前覚えてくれてるやん、もう。顔パスみたいな。お願いします。使うポケモンも変わるのかな、りょうくん。メガヤマ、あ、同じだね。ポケモンは変わんないでレベルだけ上がる感じかしら。はい、レベル75。わっほー、やばよしよ、氷の牙、あ、見切ってくる。わー、これ加速だー、めんどくさー、つぶってだなー。うん、虫のさざめき、うわぁ、はい、よしよしよし、半分持ってかれるのつらいよなぁ、マジで。よしよし、レベル上がっていいね、いいね。ヘラクロス、あー、ヘラクロスか、どうしよう。ヘラクロス、あれ何でやったっけ、2回目の時ピオーネか、ピオーネ行け、よし、あ、そっか、こいつ岩の誰覚えてた、そうだ、あ、わーお、うーん、頑張って避けてくれんかな。火炎玉でダメージ受けていくから、あ、でもちょっと待って、攻撃上がるもしかして、わー、
これは不利だね。ダメだね。格闘タイプが鬼門だな。ほんとこのパーティーはマジで。橋本ちゃん行こう。わあわあ怖い。どうしよう。雷パンチ。あーでから元気か。うーんから元気ね。ササミのアクアジェットで倒せないかな、ワンチャン。ちょっとインファイトやられたら一発で持ってかれるけど。アクアジェット何？お、あー嘘でしょ。もういやこれ絶対回復の薬使うやつやん次。あっおーよし、あーうちあーうちあーうちよーしよしよしよしあーうちあーうち。次ハッサム、変わらわりバレットパンチ。うーんこれはちょっと回復のチャンスなのでは。じゃ眉毛、眉毛頑張ってもらおうか。はい、満タン。よし。おーし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 、いいねいいねいいね。もうバレパンマンめ。インフィート。よーし、いい子。今日めっちゃ出てくれるやん。インフィート、オッケー。よーしよしよし。次ビークイね。格闘タイプに弱いのあからさまだもんな。ほんとうちのパーティーもうもうビークイン緊張感。恋の牙ガブ。おおほんとちょい残りやめてマジで。あーでお盆でしょ。声きれい。よしよしよーしよーし。まあね、旅パンのね性格とかにこだわれば多分このビークになって一発で持ってってたと思うんだけど、旅パンあんまりあんまりっていうか、フライゴン嘘。旅パンこだわってないからな。あれ前フライゴン使ってきたっけ。あ使ってないよね。あところどこポケモン変わるんや。はー爆音波。おおよし、フライゴンさんフライゴンのことフライゴミって呼ばれるのほんとかわいそうだと思う。ドラピオン。よしよしよし。これ素早さ抜いてるかな。だといいけど。レベル79で自信で持ってってくれ。あー嘘。もうお前の方が早いんかい。いやー3匹死んでんの痛いわー。ちょっと待ってちょっと待って、これはちょっと裏で回復させようね。眉毛耐えるかな。クロスポイズン。いやこれクロスポイズンめっちゃ強くない？ほんとアウトやろこれ。ピオネごめん。ここはちょっと柱になってくれ頼む。はい辻切りごめんよ。いやでもあーよしよし。おーいいね誘惑誘惑。いやこれでさあの一発で死んだら笑うんだけど眉毛クロスポイズンかなんかで眉毛頼む。自信。次の方が早い。おーしよしよしよし。
ー強いねありがとうございました。強いって、生きるために研ぎ澄まされた鋭利な美しさ。ほう、君に覚えたことは悔しいけど、これからも虫ポケモンの素晴らしさを伝えるためパーフェクトを目指して頑張れ。おお、頑張れ頑張れいや、どうしよう、もう一人やるか。そうだな、ちょっと次回で最終回でなんかシロナだけ残りそうな気がするからな、あともったいないから。じゃあ、あとおばあちゃんやりましょう。おばあちゃん、確かナマズン使ってたよね、最初ね。なので、小枝で行こうと思います。で、次回で最終回かな、このシリーズも。よし。ここはね、小枝とささみが輝くところですよ。私あれだ、一部の子にさ持ち物全然持たせてなかったね、ごめんよ、かわいそうに申し訳ない。なんかいいやつないかな。雷の石、緑のかけら、小枝ちゃん、なんか緑じゃない、草タイプの技の威力が上がるやつ、火の玉プレート、なんかあるかな。玉虫プレート、これ虫か、もののけ、まあ毒でもいいんだけど、草がいいよな。なんか持ってる光の粘土、混合だ、あれないんだけどあれ、ほにゃららプレートでなんか草のやつ私持ってなかった。悪ゴースト、虫、格闘、氷、あ、安らぎの鈴、鋭い爪、綺麗な抜け殻、プロテクター、火の玉プレート、命の玉、まん丸石、闇の石、霊界の布、ないねがーん、しょうがねえ、行くか、そのまま。お宝だもん、違うもんね、しょうがねえじゃあおばあちゃんお願いします。おお、菊野さんも覚えてくれてる。少し見ない間に見違えたわね。佇まいはもう立派な大人、若い子が思い出されるわ。はい、さあ1匹ぐらいなんか変えてくるみたいですね、ポケモン。ナマズンか、ナマズン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 、よーし、ここはギガドレインなんですわ。おーし、さあ次はニドキング。おお、ニドキング初めてじゃん。ニドキング、いや、ささみか、そうだよね、毒地面か。素早いんか、こやつ。危なー。グライオン。いやー、グライオンが鬼門なんだよなー、マジで。眉毛でいける？何で突破したっけ？つぶて、向こうはお盆、地震、あ、よしよしよし、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。それでこれ回復しよう、回復、地震、
で満タンをささみにも使って。よし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 。でこれで潰っていこう。ナイス。ウォンバさん対でなんかレベル80ぐらいのポケモン来そうだね。マンムーマンムーはあマンムーの方が素早さそう素早そう。案外ね大きいけど素早いんですよねマンムー。いやもう自信打つだろこれ絶対。もううずうずしてる。もう自信打ちたがってる顔しとるこれ。波乗り。あーやっぱ抜かせんよな。あーよし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 。おタイプ1自信なのによう耐えたな。えらい。次カバルドン。カバルドンは小枝でいっか。あ次大場さんが何を使ってるか来るか。リザードンとか出してきそうだな。リザードン大場さんだよね最初ヘルガーだったよね確かね。よしギガドレインで持ってけ。よしありがとうございました。よし、おつ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 。あまだいた。ドサイドンか。ドサイドンそのままいけるか。はい。ナイスー。お疲れ様でした。よーし。じゃあおばあさんから最後のアドバイス。もしもこの先負けることがあっても気持ちまでくじけてしまってもこの大地のように強くいるのですよ。ありがとうございます。さすが年の子ですね。言葉がしみます。ということでじゃあ次回で最終回になります。お疲れ様でした。